チャールズシティ軍はアメリカ合衆国バージニア州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7256人であり、2000年の6926人から4.8%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のチャールズシティであり、同軍に法人化された町はない。リッチモンド市の東、ジェームズタウンの西にあって、 リッチモンド・ピーターズバーグ地域にあり、南はジェームズ川、東はチカホミニー川に接している。都市圏としてはリッチモンド大都市圏に属している。著名な出身者として、第10代アメリカ合衆国大統領ジョン・タイラーの父ジョン・タイラーシニアがいる。チャールズ・シティ軍となった地域は数千年前から様々な文化を持った先住民族が領土にしていた。 17世紀にヨーロッパ人が接触した時、アルゴンキンゴ族のチカホミニ族インディアンがチカホミニ川沿いに、パスパエ族がサンディポイントに、ウェアノック族がウェアノックネック地域に住んでいた。パスパエ族とウェアノック族はポーハタン連邦に属する部族だった。すべてがバージニアアルゴンキンゴ族だった。バージニアでは大きな三部族集団の一つだった。 イギリス人が到着した後の1619年、バージニア会社が設立したボロ4つの一つとして、チャールズシティが作られた。ジェームズ軍の西にあり、イングランド王ジェームズ一世の次男、チャールズ王子にちなんで名付けられた。チャールズ王子は1612年に、兄のヘンリーが死んだ後、皇太子となり法廷推定相続人となった。父の死後に、チャールズ一世となった。 1619年、イギリス人はアフリカ人奴隷を輸入し、ウェイヤノーク半島に到着した。ここでアメリカでは初となるアフリカ人の街を作った。ウェイヤノークは現在も小さな未編入の街であり続けている。ジェームズ一世地下の1624年にバージニア会社がその認証を失い、バージニアは王室領植民地となった。 1634年、国王の命令で、チャールズシティシャイアが作られた。1643年には、チャールズシティ軍となり、1634年に作られ、現在まで、実質的にその生態を続けている5つのシャイアの一つと、みなされている。チャールズシティ軍当初の中心都市が、チャールズシティポイントであり、ジェームズ川がアポマトックス川と合流する点の南に、あった。 チャールズシティ軍の初代軍長者は、ジェームズ川沿い、ウェスト・オーバート、シティポイントにあった。その名前は後に短縮され、シティポイントとなった。バージニア州道106号線、156号線から、ジェームズシティ軍に入るところ1703年、チャールズシティ軍のジェームズ川南のすべての地域が分離されて、プリンス・ジョージ軍となり、その後いくつかの軍が生まれた。シティポイントは後に、 プリンスジョージ軍の法人化町となった。1923年、シティポイントは独立市のホープウェルに併合された。ジェームズガーの北がチャールズシティ軍となった。19世紀後半、多くの道路沿いの町が、軍内田園部住人の需要に合わせて、宗教、教育、商業の分野で発展した。アドキンスストア、シーダーグローブ、ビンズホール、パリッシュヒル、 ルスビル、ウェイサイドなど、交差点の街には、店舗、教会、学校があるのが常だった。海岸部の他地域と同様、軍内の農園主や商人は、18世紀後半から19世紀初めの大学生時代に、メソジストやバプテストの説教師の訴えに、引きつけられてきた。19世紀初期に、メソジストやバプテストの教会がいくつか設立され、その多くは、 軍内の上流地域にあった。軍内には多くのクエーカー教と開拓者もいた。軍内に中心となる都市や町はない。チャールズ式という住所を使うプリンスジョージ軍庁舎が軍政府の中心である。軍庁舎1730年代に建設された。独立戦争以前に建てられ、継続して管理目的で使われた軍庁舎として国内に5カ所しかなかったものの一つだったが、 2007年にその役目を終えた。イギリス人はこの地域で遭遇したインディアンであるウェイアノック族にちなみウェイアノーク半島を名付けた。この部族は次第に植民地人の侵入で追い詰められ、ベーコンの反乱頃には別の大きな部族と融合した。チャールズシティ軍の東と北の境界大半を構成するチカホミニー側はチカホミニ族にちなんで名付けられた。その子孫は 現在もこの地域に住んでいる。チカホミニーという言葉はアルゴンキン語で荒く粉砕されたトウモロコシの人々を意味している。イギリス人の開拓初期に独立系のチカホミニー族はポーハタン連邦に属する多くの強力な部族に囲まれた領土を持っていたが連邦には属さなかった。チカホミニー族と東部チカホミニー族の多くのインディアンが現在も軍内に住んでいる。 チカホミニー族は1000人足らずおり、バージニア州で2番目に大きな部族である。東部、チカホミニー族は約130人である。ヨーロッパ系開拓者の大半はイングランド人であり、旅費を出してくれた裕福な出資者に対し、多くは7年間までの労働義務のあった年期奉公人として到着し、土地を取得し、労働者となった。イギリスの政府は、 そのような出資者にヘッドライトシステムという仕組みで、年期方向人の数に合わせた土地を払い下げ、植民地に多くの人が入ることを奨励した。17世紀、イングランドでは、経済不況の時代にあり、労働者が危険を犯して、北アメリカの植民地に渡る誘引になった。チェサピーク湾植民地の初期には、男女比率が男性に大きく偏っていたが、 次第に女性の数が増え、家族を形成するようになった。年期奉公人の中には、その渡航費を払って独自の土地を取得する者もいた。ある者は農園主となって、奴隷を20人以上所有し、群上流部で資産を所有する傾向にあった。年期奉公人の大半が自由を得て、農園主になる者が現れた頃までに、 軍内でも裕福な農園主一家が川沿いの高価な地域を支配していた。交易や旅行の経路となる水路に容易にアクセスできた。監金作物としてのタバコが成長すると、タバコは労働集約型の作物だったので、農園主はより多くの労働者を必要とした。17世紀後半植民地人は、年期方向人よりも多くのアフリカ人同姓、労働者を輸入し始めた。これは、 イングランド経済事情が回復して、労働者が条件の厳しい植民地に渡ることを望まなかったことも原因だった。18世紀、タバコ栽培に傾倒するバージニア植民地では奴隷が農業の主要労働力となった。1660年以前にチャールズシティ軍に23人の黒人奴隷が連れて来られていたことが分かっている。チャールズシティ軍に住んだ。 自由国人最初期の記録は1677年9月16日、スザンナという女性による自由を求める請願書だった。軍内にあるロッドキャリー帝は自分と子供たちの自由を買った奴隷、ロッドキャリーの生誕地として有名である。キャリーは最終的にはアフリカのリベリア建国の父になった。17世紀にはすでに農園主の中に 個々の奴隷を解放する者がいた。アメリカ独立戦争の前に自由になった、婚欠の家族は白人年期奉公人あるいは自由女性とアフリカ人男性の結婚で生まれた子孫によって形成された。子供たちは当時の原則に従ってその母の状態と同じ奴隷になり、婚欠の場合は自由人になった。独立戦争後の30年間で、 バージニア州の多くの農園主がその奴隷を解放しており、その中にはチャールズシティ軍を含み、クエーカー、バプテスト、メソジストの信徒が解放のために動いた。クエーカーもメソジストも説教師が州全体の奴隷所有者を解き、奴隷に人権を与えるよう奨励した。現在のチャールズシティ軍やバージニア州で最初期の黒人社会であるルスビルに多くの自由黒人が入った。 南北戦争の時にアメリカ陸軍が黒人兵を徴用すると決めた時、軍から多くの解放奴隷と自由黒人が入隊した。1864年、ポカホンタストリデチュートンのアメリカ合衆国有色人部隊がロバート・イーリー将軍の老いであるフィッツ・ヒューリー少将の指揮する2500名の南軍部隊による攻撃を撃退した。 未編入の町ルスビルは南北戦争以前であっても長年自由国人の集まる中心だった。奴隷解放後、この交差点にある町にはマーカンタイルコーペラティブ、カンパニーやルスビル訓練学校ができた。ユナイテッドソーガムグロワーズクラブもここで集会を開いた。ルスビルは初期に他のいくつかの名前で呼ばれたこともあったが、地元住人のルスブラウンの名を思い出させるものである。 その名は1880年に設立された郵便局の名前にも選ばれた。レコンストラクション時代、解放奴隷は、オッドフェローズ・ロッジ、ナイツ・オブ・ギデオン、オーダー・オブ・セントルーク、ベネボレント協会などいくつかの事前団体を設立し、共通の民事問題解決に当たった。公民権法と選挙権法が成立し、連邦政府が、 黒人の選挙権回復を強制した後の1968年、ジェームズ・ブラッドビーが軍発の保安官に選ばれた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は204平方マイルであり、このうち陸地183平方マイル、水域は21平方マイルで、水域率は10.51%である。チャールズ・シティ軍からは川を渡らずに行くことができるのは、 西の辺大湖群のみである。修道156号線がベンジャミン・ハリソン記念橋でジェームズ川を渡り、最も近い都市であるホープウェル市など南岸に行くことができる。地下ホミニー川には3つの橋があり、隣接するジェームズ・シティグニやニューケント群のプロビデンスフォージ等をつないでいる。軍内の主要東西方向道路は修道5号線であり、国立のシーニックバイウェイでもある。 南北方向には、州道156号線、道106号線、道155号線が走っている。軍内に、週刊高速道路の区間や出口はないが、週刊高速道路64号線の出口いくつかと、道295号線の出口一つが、それぞれ変来庫軍と入県都軍の遠くない位置にある。 主要高規格道路以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。シャーリープランテーション、ジェームズ・ガープランテーション群の一つ、修道五号線沿いには大きく古いジェームズ・ガープランテーション群のいくつかがある。すべて私有であり、家屋や敷地の多くは入場料を取って観光客に開放されている。開放されているプランテーションは西から東にシャーリープランテーション、 エッジウッドプランテーションとハリソンズ、ミル、バークレープランテーション、ウェストオーバープランテーション、ベルエアプランテーション、パイニーグローブアットサウスオールズプランテーション、ノースベンドプランテーション、シャーウッドフォーレストプランテーションなどである。その他エブリントン、オークヒル、グリーンウェイなどのプランテーションは解放されていない。第9代アメリカ合衆国大統領。 ウィリアム・ハリソンは1773年2月9日にバークレープランテーションで生まれた。第10代大統領ジョン・タイラーは1790年にグリーンウェイ・プランテーションで生まれた。1842年には近くのシャーウッド・フォレスト・プランテーションを買収した。タイラーの子孫はその時からこのプランテーションに住み続けている。シャーリー・プランテーションには ロバート・イーリー将軍の子孫であるカーター家があり、今日もこのプランテーションに住み働いている。ジェームズ川に沿った軍内の農園は400年間以上、農作物生産を続けているが、高い生産性を維持している。地元農家は、単位面積あたり生産高で、国内上位にある。ある農家は、1エーカーあたり300ブッシェル以上の、トウモロコシを生産し、工作なし、 考えなしというカテゴリーで、ナショナルコーングロワーに3年続けて選ばれた。2県の農家が、南質赤色冬小麦を1エーカーあたり140ブッシェル以上生産し、ナショナルウィートグロワーズ一等賞に選ばれた。軍の農家は、栽培地から流出水を制御する技術の発展にも貢献してきた。軍の農地の90%が非工作システムにある。 1999年のハリケーンフロイドが長期間飛行作畑に24時間雨量で19インチの雨を降らした時、目視では侵食が起こっていなかった。2000年に行われたこの畑の科学的研究では、普通の工作地に比較して堆積物の流出が99.9%少なく、窒素とリンの流出は95%少なかった。 この新しい技術は健康なチェサピークを得るための主要戦略になってきた。チャールズシティ群内に法人化された町はない。下記は未編入の町である。チャールズシティ群公共教育学区はその3つの学校で約1000人の児童生徒を受け入れている。すべての学校は実験室や教室でワイヤレスインターネット接続ができ、先進的な技術を導入している。 中核となる授業に加え、才能ある者への選択教育、優等教育、二重入学、飛び級、陸軍ジュニア予備役昇校訓練、包括的職業訓練、例外的教育、タイトル愛読み書き、代替教育、幼稚園前、教育、ガバナーズスクール参加など、幅広い教育コースを提供している。チャールズシティ軍は、過去13回の大統領選挙で常に、 民主党候補を支持しており、1972年にジョージ・マクガーバンが制した軍としては、州内唯一となった。過去5回でも民主党候補が常に60%以上の支持を得てきた。第9代アメリカ合衆国大統領、ウィリアム・ハリソンと第10代ジョン・タイラーが軍内で生まれ、故郷と呼んでいた。ハリソンのバークレープランテーションとタイラーのグリーンウェイ・プランテーションは、 古典的アメリカ建築の美しい例であり、観光客に公開されている。ありがとうございます。